ユタットフラブ、ユタットフラブ、うう、つむつむ、ユタットフラブ。ちょっと最近ですね、大周平の変わるネタを探してるんですけど、なかなか見つからないんで、ちょっと皆さん何かいいものがあればちょっとコメント欄に書いていただけるとすごく助かります。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、野球もないというところで、まあちょっとね、グッズのお話をさせていただきたいなっていうふうに思います。はい、で、まあ先にですね、この買った時にこのテラスね、ライトが、まあ2019年頃から流行りだして、まあこうやってボタンつけるとなんかいろんなこの点灯の仕方して、で、買った時のなんて言うんですか、こうやってみんなつけて、いい感じになるっていう風な、すいません語彙力なくて、になってるものになるんですけれども、これ購入してですね、2週間ほどで、まあこうやって振ってる、こうやって振ってるだけで、このプラスチックのね、ここの部分が割れてもて、もう全くこの使い物にならないみたいなね、この状態になってるんですけれども、はい、これがなんと1600円ぐらいで、買ったんですけれども、2週間足らずで壊れてしまいましたという、はい、ところです。はい、でこれはなんかいつやったっけな、なんか 4,5 年ぐらい前に配布されたやつなんですけど、これ球場の多分名古屋ドームの一発目の試合で配布されたやつなんですけど、これはね、なんか何事もなくずっと使えてるんですよね。なんか電池も変える感じになってて、まあこっちもね、電池変える感じになってるんで、まあ消耗、電池が消耗したらまた使えるっていうのでね、まあいい商品だなっていうふうに思うんですけど、まあちょっとここの強度はさすがに考えてほしいなっていうところで、まあ1600円なのにもかかわらず、なんかブワーって大量に置かれててね、なんかなんかまあ大体そうだったら100円で返せやなみたいなね、はい、ちょっとクレームみたいな動画になっちゃうんですけれども、まあちょっとこういうところも含めていろんな話をさせていただきたいなっていうふうに思います。はい、で、まあ、今回ね、ちょっとユニフォームの話になるんですけれども、まあ、皆さん、オーダーレプリカユニフォームっていうのを、頼まれてる方っていうのは、まあ、多いのかなっていうふうに思うんですけど、それって、大体どれぐらいで届いてるのかなっていうふうのは聞きたいんですけれども、ユニフォームが、まあ、納期がね、約45日っていうふうに書いてるんですよね。ドラゴンズショップの、オンラインにね、書いてるんで、まあ、45日、たつ2日3日ぐらい前に電話をさせていただいたんですね。はい、まあこれ守山区の一休さんの、株式会社一休さんっていうところの倉庫が、なんていうかな、なんか請負会社かなんかになってるんですかね。ほんでそれで水野から出荷されてきて、ほんでその後お客さんに配送するっていうふうになってると思うんですけど、まあ45日たつその前日ぐらいに電話したら、まあ、まだ商品が倉庫に届いてないというふうな話をされて、でまあちょっとね、ずっと納期に時間がかかってる、しまってる状態になってるっていうふうに申し上げられてて、でまあ確かにそれはまあ分かりましたと。はい、でも、まあ、45日、今約45日っていうなんかすごい曖昧な表記をしてるんですよ。で、まあ、45日っていう風に書いてるんで、まあ、でもただ、なんていうんですかね、僕のこの感覚がおかしいかもしれないですけど、45日経って届かんのやったら、やっぱり、ね、100円、200円のもんを払って買ってるわけじゃないんですよね。で、クレジットカード決済なんで、まあ、先にお金払ってますと。2ヶ月前から、まあ、なってますという風な状態になってるわけじゃないですか。だから、まあ、電話はあれかもしれないですけど、まあメールでね、まあ連絡するなりなんなりっていう風な手段はやっぱりあるじゃないですか。まあお客さんのリストっていう風にあると思うんで、まあ次の人こういう風な納期になってるな、ほんじゃまあ納期がむず、ここの納期に間に合わんのやったら、まあそこの、まあ電話はね、あれかもしれないですけど、まあメールで連絡するなりなんなりとかする方法はやっぱあると思うんですけど、まあそれも特になく、で、まあ水野の、ね、方に、いつが納期なんですかっていう風なのを聞きたかったんで、ちょっとまあ電話番号教えてくださいって言ったんですけど、まあ、電話番号教えないと。はい。っていう風に言われて、うん、まあ、じゃあ、その守山区のそのね、オンラインショップの方が、対応していただかないといけないですねっ
あの一休さんのねところの方があの対応していただかないといけないですねっていう話をさせてもらったんですけど、ほんでまあ最終的にこのユニフォームの納期はどれぐらいになるんですかって聞いたら、まあなんかそれもよくわからないと、はい、まあもう正直ね、なんかもう舐めてるんかなっていうふうに思って、まあさすがにそれぐらい教えてもらわんと、あのこれまあ楽しみにねしてる人らもたくさんいますし、まあ僕もねあの実際届くの楽しみにしてる一人ではあるので、まあそれはやっぱり教えてもらわないと、ちょっとさすがに納期が2日前になってて届かない、でも納期がわからない、それはちょっとないんじゃないですかっていう話をさせてもらって、でまあ次の日に、連絡しますっていう風なのをいただいたんで、まあ次の日ね、ちょっと昼まで電話しますっていう風におっしゃってたんですけど、まあちょっと昼頃電話来てたんで昼電話取れなかったんで、その後1時間おきぐらいに電話させてもらったんですけど、まああのずっと通話中だったので、まあ1回ぐらい電話が来るだろうっていう風に思ってたんですけど、電話は来なかったんですよね。はい。でまああの今日はまあちょっと時間経って確認させてもらったんですけど、まあ今週中には届くっていう風な回答だったんで、まあもうそのねうだうだうだで言うのもしょうがないんで、まあ言いたいことたくさんありましたけど、まあそういう風に今しょうがないなと思ったんで、あれでまあわかりました、よろしくお願いしますっていう風に言わせてもらいましたけど、まあちょっとねなんていうんかな、まあ約45日って書いてて、まあ最終的に多分2ヶ月ぐらいかかってるんですけど、まあ今多分2ヶ月ぐらいの時かかるんでしょうね。はい。ほんじゃ、ドラゴンズオンラインショップの表記を60日に変えるべきなんじゃないのかなっていうふうに思いますし、で、まあそれがなんか都合でできあんのやったら、まあやっぱりその森山区のね、オンラインショップの、その一休さんが、まあそうやって、ね、クレームの吐け口になってるわけだから、まあちょっとかわいそうやなっていうふうに思うし、で、まあそれをね、球団としても何とも思ってないからなんか知らないですけど、まあちょっとそれはね、結構問題なんじゃないかなっていうふうに、思いましたね。はい。ユタッドフラ。まあこのねグッズのこういうまあこういうところはね、まあ人それぞれ使い方に問題はあるかもしれないですけど、まあちょっとこういうのもねないなと思いましたし、はい、ちょっと今日はクレームみたいな動画になって申し訳ないですけど、皆さんオーダーレプリカユニフォームをもし頼まれた方はどれぐらいで届いてるのかなっていうのは、はい、思いましたんで、まあちょっとそれでもコメントいただければと思います。はい。で、まあ、あとはね、グッズの、まあ、売り方とか、球場の、なんか、ね、グッズのね、売り方、まあ、プリズマクラブとかね、ドラゴンショップとか、まあ、イオンの中にありますけど、まあ、そういうところもね、なんか、やっぱり、他球団と比べて、なんか、おしゃれさっていうのも全くないですし、まあ、プリズマクラブとかね、僕、中学校ぐらいに来た時の、内装のあの感じ、全く変わってないんですよね。だから、そういうところも含めて、まあなんか店員もね、やる気ないですし、なんか、どうなんかなっていうふうにはいつも思うんですけど、まあグッズショップに行って、なんか楽しみのないショップですよね。どこから見ても。まあなんかそれをドラゴンズストア、なんか名古屋とか酒屋とか作って、まあそういう、なんかおしゃれさも追求したところを作ったんかもしれないですけど、まあでも結局ね、なんかそのグッズ担当じゃない、そういうなんて言ったらいいんかな、まあおしゃれさとか、まあみんなが行きたいなと思うショップとか、そういうのを考えてる人がいるのかもしれないですけど、まあそれをね最終的に潰されてるのか何なのかはわからないですけど、まあちょっとさすがに10年間何の変わり映えもないショップとかってありえないですし、でまあね、なんか、ほんまに T シャツとかね、まあ、前も言いましたけど、フリーサイズやのとか、で、なんか選手の顔のシルエットのなんか、何、なんすかね、これもまあ10年前とかと変わってないと思うんですけど、あんの変わり映えもない。なんか、ね、普段もなんか着てて、なんかかっこいいなとか、なんかドラゴンズのこういうなんかアパレル結構変わったなっていう風に思われるような商品を作りたくないんかなっていう風に思うんですよね。まあやっぱそれがやっぱり一番ね、街で来てくれてる人とかもしおったら宣伝になるやろうし、そういうところが一番なんか欠けてるんかなっていうふうなのを思いまして、まあこういうところが全てそのユニフォームのなんか配送だったりとか、あんまり僕オンラインショップで買うことないんで、まあ今回ね、そういうのがあったんで、まあちょっと皆さんどうなのかなと思って、まあ YouTube でこれ動画上げさせてもらってるんですけど、まあちょっと、ね、そういう件もしかり、ほんでこの、なんかすぐに潰れるような、材料のものであったりとか、まあ、
ね、そういうところも全てつながってきてるのかなっていうふうに今回ちょっと思いました。はい、ユタッとフラップで、まぁ、ちょっとね、なんかユニフォーム僕追加で注文しようかなと思ったんですけど、まぁ、2ヶ月かかるかもしれん。もしかしたら3ヶ月かかるかもしれん。45日って書いてるけど、100日かかるかもしれんような感じのニュアンスで、言われた感じは受けたんで、まぁ、ちょっと気楽にこうやってプチって注文しにくいですよね、やっぱり。はい。まぁ、ちょっとね、今回そういう、ちょっと野球なかったんで、まあ、これちょっと動画にちょっと上げやなあかんなと思ったんで、上げさせてもらいましたけれども、そういう出来事がありました。はい。皆さん、ユニフォームは届いておりますでしょうか？まあ、オンラインショップでね、注文したものは皆さん届いてるのかっていうのは思いますんで、まあなんか、こういうのをね、まあ皆さんで共有していけて、まあ、ドラゴンズの、その、グッズがね、皆さんに早く届く仕組みとか、まあそういうのを、ちょっと、考えていってほしいのは思いましたね。はい。やっぱ皆さんね、そうやって今、こうやってポチったら楽天とかやったら、もうその次に来るじゃないですか。アマゾンとかもしかしたらもうその日に来るかもしれん時代の中、やっぱり1週間とか2週間とかなんかザラでかかってるとか、もうましてやね、なんかまあユニフォームはしゃあないかもしれないですけど、もうなんか在庫がありそうなものでも1週間2週間かかるっていうのは、ちょっとなんかどういうあれなんかなと思いますけどね。はい。まぁ、ちょっと今回ね、こう、愚痴みたいな動画になってしまいましたけれども、はい、また明日からね、試合がありますんで、皆さん頑張って応援していきましょう。はい。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。おー、周平。